おはようございます、本日はですね、今から平凡な一日をやっていくんですが、ちょっといつもと様子が違うんですが、今からですね、寝るのではなく、ただ今が8時なんですけど、寝る前に今からジムに行くという。私ジムに行ってちょっとだけやってる風に見せて、要は風呂入りに行くんですけど、風呂入りに行って、嫁ゾーンに関してはもう完全に今日はもう全く筋トレせずに風呂にだけ入るって言ってるんで、僕らはジムを銭湯代わりに使ってるんですけど、銭湯というか風呂入って、でそこから寝るという形なんで、まずジムに行きましょう。では行きます。はい、それではですね、ジム到着し今から行くわけなんですけど、嫁ゾーンさんはしっかりお風呂セット用意です。 OK ですね。OK です。で、僕はですね、一応ランニングぐらいはしようと思って準備万端で来たんですけども、つい、20秒ぐらい前に気づいたのが、シューズを忘れたというところで僕も運動ができない状態になったので、風呂だけとりあえず入りたいなと思います。また1時間後、さよなら。で、大浴場はどうでしたか？良かった、気持ちよかった。結構綺麗やねんな、結構広くて、大浴場は広いんですけど、露天風呂はそんな大したことないかな。十分だよ。まあ、そうやな、銭湯にしてはちょっとレベルが低いから、そうね、ジムにしては十分すぎるよな、十分ね。はい、わかります。では、振り返ってきました。今日はですね、なんで寝る前からじゃないかというとですね、明日実はジムが休みで、せっかくジム行き出したって言ってるのに、ジムのシーンなかったらなんかこうサボってるんちゃうかって感じがされたためなんで、しっかり風呂入りに行ってるというのだけは皆様にお伝えして、はい、それではですね、ようやく今から寝るんですが、時間が、10時15分というところでですね、もう非常に眠たくて、もう目がちょっと赤くなるぐらい眠たくて、今から寝るんですけども、最近はですね、ちょっとプロ野球ニュース全然見れてないので、どうなってるかよく分かってないんですけど、プロ野球ニュースよりもですね、来週僕が草野球デビューするので、そっちの方が今はもう神経尖らしてですね、実はですね、このように本日軟球ボールも買ってきてですね、そのイメージを試合当日に持っていくかなっていうのを考えながら、なので最近はちょっと藤原君とか根尾君のちょっと近況は分からないんですけども、今は来週の自分の試合に向けてのイメージトレーニングを毎日行っております。ではですね、もう今から寝ていきたいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。本日はこんな感じです。最近ちょっと髪の毛が長くなってきたので、どうしてもこうやらけこんな感じになってますが、ヤシの木スタイルを直してですね、今から準備して、朝散歩行きたいなと思います。では準備します。本日はですね、ジャージとテック T シャツにしましょうかね。ジャージのセットアップと、T シャツっていう感じです。はい、それではですね、準備できて今から、タコスキッチンをしていきたいなと思います。で、いつもベーコン丼やったら、そろそろ違うのも作ってくださいよっていう声が出てきだしたので、無難に卵を使いたいなと思います。卵が道の駅で買った卵かな、なんかそんなんやと思います。そんな凝ったことはできないので、単純に目玉焼きとベーコン焼きたいなと思います。ではタコスキッチンスタート。はい、それでは目玉焼きできました。今から食べていきたいと思います。今日なんか炊飯器開けたら炊き込みご飯が置いてあって、多分今日の朝嫁蔵が作ってくれたんやなと思います。それね、いい奥さんをもらったなというふうにつくづく思います。というのをですね、これは嫁だけじゃなくてですね、嫁の父お姉ちゃん見てますし、嫁のお父さんお母さん見てるので、しっかり嫁を持ち上げて、朝ごはんをいただきたいなと思います。ではいただきます。はい、それではですね、今から朝散歩行きたいなと思います。最近ですね、ここ3日間ぐらい動画出してなかったんで、久々の編集でやる気は満々なので頑張りたいなと思います。ちなみに、スタイルはトラさんスタイルで、足はサンダルです。おう！いやー、朝散歩の収録終わりました。今からは家帰って編集しましょうかね。では今から家帰ります。いや、無事一応編集朝散歩終わって今アップロードしました。で、ただいまはですね、
12時30分なんですけど、もう編集も頑張ったし、波情報見たら今日波ちょっとあるみたいなんで、今からサクッと和歌山行って、でちょっとだけ波乗って、波に乗るんか乗られるのかはちょっとわからないですけど、行ってまた夕方帰ってこうかなと思うので、なんかこんなあのサーフィン系の格好になってるんですけども、まあ、とりあえず、サーフィンして夕方帰ってこうかなと思います。では行きます。なんか今から行こうと思っていろいろ荷物入れてたんですけど、こんなとこになんか袋あってパッて見たら、嫁蔵がこの間シーグラス拾ってた、シーグラスがこんなとこに置かれてますね。僕いつもこれ家持って帰ってきたら、こんなのどないすんのっていつも僕言うんで、あのそれ言われるの嫌やから多分この車の中に隠してたんやと思います。何やろう。はい、それではつきました。ただいまですね、2時8分なのでだいたい1時間40分ぐらいで来れましたが、今日はやっぱ波があるんでしょうね、人が多いですね。いやー、着きましたね。なんか朝一はやっぱ結構あったみたいで、まあ、今ちょっと昼前からちょっと下がってるっぽいんですけど、まあ、どんどん明日にかけてなくなるらしいので、まあもう今入っとかんと無理でしょうなという感じですね。もうアイスが売ってますね。今日は買いましょうかね。この前ですね、あの大瀬さんにもらった、手土産みたいなのがボトルやって、なんかそれノースレスのスタンダードってあの入ってるボトルなんですけど、それをなんか炭酸の時、サーフィンなどの炭酸飲む時に飲んでくださいって言ってもらって、で持ってこうと思って張り切ってたんですけど、今日玄関に忘れてきましたね。おっさんすいません。いやー、あれから2時間半楽しんできました。おっと、残念、アイスが売ってますが、たダーん、売ってんのにお金入れられへんっていう。今回コーラです。まあ本来やったらあの黄昏コーナーやりたいんですけど、もう今日はそんなことする時間なくて、今もう5時なので急いで帰りたいんですけども、わー、夕日が綺麗ですね。見てください。今日はジムサーファーいてなかったんで、ジムサーファーとは合わなかったですが、まあ丘サーファーはですね、2時間か3時間やったら十分で、ひどい時とかやったら15分ぐらいやったらもう十分なんですけど、まあ今日は3時間ぐらいやったんでもう十分ですね。あとはもう帰ってご飯食べてっていう感じですかね。あとちなみにここの浜とかでおにぎりとか食べてたら、上にトンビが飛んでて、それが後ろから狙いに来よるんで、皆さん磯の浦ではご飯食べるとき気をつけてください。僕一回顔面に行かれてるんで、後ろからなんかチキン食べてたら後ろからボカーン殴られたと思ったら、トンビに羽バーン当てられてで、その時も一人やったんで恥ずかしかったっていうか、誰にも真っ赤になっても誰にも相談できなかったのが辛かったので、皆さんはトンビ注意報に気をつけてください。では、帰りたいなと思います。帰ります。シンデレポット。今からですね、帰ろうと思ったら嫁蔵から連絡来て、今日は終わるの6時でやばいくらいヘトヘトで疲れちゃったから、夜ご飯どっかで食べてこれる、申し訳ない、いいよって言ったんで、どっか食べに行きたいなと思います。まあサーフィンとか海の後、男一人、これどういう計算式で計算しても、海男一人、ラーメンしかないなと思うのでラーメン行きます。なんか黒いラーメンがあるのでそれを食べに行きたいなと思います。I look in the mirror,
はい、食べてきました。家帰ってあとはゆっくりしたいなと思います。まあ今日に関しては平凡な一日というタイトルなのに平凡じゃなかったんですけども、まあそんな日もあってもいいかなという感じでは思うので、まあ平凡というかありのままの一日という感じでした。ではですね、ここでお別れしたいなというふうに思います。では見てもらってありがとうございました。気をつけて帰ります。